金剛丸は、鉄道省が、幹府連絡線の鉄道連絡線。金剛丸型の第一線である。姉妹線には、公安丸がある。朝鮮半島の名山金剛山江源道にあるのなお、鳥命名。鉄道省幹府連絡線は、山陽鉄道時代の1903年9月11日、開設され、1904年12月鉄道国有化と、共に、 鉄道院に引き継がれた。日本と朝鮮、満州を結ぶ大動脈であることもあって、年々乗客、貨物は増加。これに対応するため、京福丸、特寿丸、小慶丸を建造して就航させていたが、1932年に満州国が建国されると渡航制限が加わるくらいに逼迫したことから、さらなる輸送力の増強が必要となりより大型の、 新造船を投入することになる。金剛丸は、この新造船の第一船として、1936年10月、三菱重工業長崎造船所で建造された。速力は、これまでの日本商船の最高記録23、ノット庁を示し、従来8時間を要した、カンフやコービンを7時間に短縮。選手は、従来の海峡と船型とは、 石炭を炭庫に運ぶためにベルトコンベアを採用すると同時に船内で使用する電力を世界で初めて全面交流化した。この結果発電機は従来の直流発電機の70%程度の容積・重量で済んだほか、規制の電気機器を利用してイニシャルコストを低減し、桟橋に経流中は陸上の電力を使用してランニングコストの低減を図った。 また、湿度も調節する、キャリア式冷房機によって、全室冷暖房を完備し、旅客も乗組員も、揮を通じて快適に航海できた。客室の構成は、旅客が最も集中する夜交便に使用する目的で、設計され、各種のパブリックスペースをあえて備えず、客室の利用を多くするとともに上高線時の雑踏を緩和し、また税関。 検疫などの受験書として出入り口に広く明るい大ホールを設けた。このホールは税関と検疫が住むと3等客にも談話室、喫煙室あるいは娯楽室として開放し、鉄道案内所、食堂及びスタンド式売店を隣接させた。客室は1等が遊歩甲板、2等が次の船橋楼甲板、3等がその下の上甲板と、 第二甲板になっていた。船内の装飾はモダンな中に朝鮮様式を踏まえたものが施されていた。今後丸は1936年11月15日に就航。姉妹船の港湾丸が1937年1月31日に就航したことにより旅客定員が倍増したので渡航制限は解除された。しかし、両船の就航で寒布館の旅客は 千万方面と行き来する旅客ばかりか、日本軍や万毛開拓団なども加わって混雑し、1937年に100万人を超え1942年には実に300万人を超える激増ぶりであった。こうした需要の急増から、引き続いて天山丸、今度丸が建造されたが、軍艦の建造のしわ寄せを受けて、完成は大幅に遅れ。 天山丸は1942年、今野丸は1943年にやっと就航することとなる。また今後丸を徴用した上で、放送と同サイズの小型護衛空母への改造が検討されていたが実現しなかった。戦争の激化に伴い、日本近海で商船が沈められる被害が相次いだため、カンフ連絡船には一層負担がかかることとなり、 今後丸も本来の関府連絡船以外にも、広がま連絡船で運用されていたが、1945年5月27日に、富山から博多へ向かう途中、博多湾で嫌いに食雷し、死者1名負傷者4名の被害を受ける。この食雷の浸水がひどく、沈没を防ぐために残島付近海岸に座礁し、終戦を迎える。1946年3月に、 金剛丸の引き上げ作業が着手され、同年7月に引き上げられる。1950年7月、朝鮮戦争のため、アメリカ軍の要戦となる。1951年10月26日、富山から佐世保港へ向かう途中、ルース台風のため、五島列島を浮く島沖で座礁し、要戦解除となる。礁不可能のため、1953年10月に売却され、 現地で解体された。鉄道博物館にて展示されている金剛丸の模型埼玉県埼玉市の鉄道博物館に金剛丸の模型が展示されている。1943年10月5日未明、金ン丸がアメリカ海軍の潜水艦和風の魚雷直撃を受け沈没し、死者行方不明者583人を出しているが、金剛丸はその前の便として運航されていた。 ありがとうございます。